崖の口で当たったんですよ。あ、そこがあったわけですか。で、当たったから面白いなと思ったから、はい、そしたら、あの綾子山形ってちょっとウェーブの、今のウェーブじゃちょっともう相手いないじゃないですか。そうなんですよね。はい、さあ出てまいりました綾子山形。私はちなみにこういう格好するの嫌いです。お、それはどうしてですか。あのマスク、黒いマスクとか大嫌いです。お、なんでですかね。なんか、別にこんな、あの武装しなくても強いのになんでこんなするのか。そうですね、まあもう何もしなくても強い二人ですからね。なんかね、ここの嫌いなんですよね。さあ、このウェーブ認定タッグチャンピオンチームの綾子山形組の二人がベルトを掲げての入場ということになりました。なんとウェーブタッグチャンピオン対大日本のタッグチャンピオン、タッグチャンピオンチーム同士の対決ということにもなります。いや、まさにプレミアムカードですが、まあ、そういう意味では本当に綾子山形男子と対戦するぐらいしか相手がいないと言っても過言ではないですよね。そうなんですよね、で、どうかなと思って、まあ、男子ですけど、はい、男子ですよ、男子やけどやっぱりちょっと体小さいじゃないですか。はい、でもまあね、強いのも知ってるし、はい、私はあの木高くんは何回か当たってるので、いや木高くんですね。木高くんです。まあ二神さんの言うところの木高くん、小高くんですね。小高勇選手ありますか。私は本当に最近までこの大会の記者会見まで木高と思ってそうだったんですか。あの、まあ、木と書いてこうと読むんですけど、小高勇、こちらユニオンプレス所属の、まあ、日本一諦めの悪い男というね、ニックネームもありますけども、はい、本当に諦めの悪い男です。まあ、それと、まあ、あの宮本優子の、まあ、ヤンキー二丁拳銃というね、まあ、タッグチームが誕生しまして、まあ、本当に、はい、あっという間にですね、ダニオンのタッグ王座に上り詰めるなどですね、もう今本当にこの男子のプロレス界の中でのタッグチームとしてはもう一番こう勢いのあるチームですね。そうですね、そうですね。去年もあのインディーユニット大賞かなんかでしたもんね。そうですよね。さあ、こちら山形でありますが、さあ今度は宮本と綾子、さあチームリーダー同士の対決ということになりました。この二人はシングルしたことあるんですよ、実は。お、そうなんですか。トリプルシングルして、それは意外な。どういう、宮本くんが、はい、宮本優子っていう、はい、女子プロレスラーになるっていうのが一時期ありまして、まあ優子ね、女子プロ大賞を取るっていう、はい、宣言してたと。そう、でその時のやつで、ああいうこと対戦してましたね。すごい、ある意味ドリームマッチですよね、はい、言ったけど私はあれなんですよ、あのあれが嫌いなんです。あの女装の男子プロレスラー嫌いなんです。女装の男子プロレスラーと、子供レスラーはリングに上げないっていうのが、ウェーブのリングには絶対に上げないっていうのが心情なので。そういえばそうですね。で当たるのも嫌なんですけど、なんかあのオファー来た時に宮本優子って言われたんですよ。で、あ、いいですよ、全然いいんですかって言ったら、でぜひお願いしますって言ったら、わかりましたって言って受けた時に、優子、はい、と優子って風があるかないかじゃないですか。そう、そうなんです、そうです、そうです。そこで失敗しますか。電話だとそこはわからないよ、気圧でね。これはあの、まあ、メールとかでしたらね、まあ、そうなんですよ、判断できるんですけどもね。で、石川ジャイ子はさすがに分かりましたけど、ね、まあそこはね、はい、なるほど。というわけで、まあまあ、そういうちょっとミステイクもありながら実現してしまったということ。実現してしまった、シングルマッチは綾子が勝ってましたね。おー、さすが浜田綾子、世界の浜田綾子ですね。で、まあ、山形と木高くんも、あの元海援隊系道場同士なんですよね。そうですね、つながりがありますね、元々の。で、昔当たったことあるって言ってましたよ、12年ぐらい前に。ということは、まあ、とりあえずこの対決はファーストコンタクトではないということですね。ないですね。さあ、またしても今度は小高勇が登場してまいりました。さあ、この速いタッチワークもこのタッグチームの特徴の一つであります。さあ、ここで今からのカットプレー、まあ、本当にこの対決がウェブのリングで実現してるというのは未だになんか信じられないんですけれども、まあ、普通になんかこの試合はこなされてますよね。別に全然男対女って感じしないですね。そうですね。さあ、しかしここでうまく切り返していく綾子山形。さらにはおっとトラスキック。さあ、いい流れを作るか綾子。さあ、もうタッグチームとしては今や完成品といってもいいこの綾子山形組、もう女子プロレス界には敵がいないといっても過言ではありません。まあ、そういった意味ではこのプレミアムウェーブ、この男子のタッグチームとの対戦というのは、まあ、ある意味また新しい壁を壊していく、そんな予感がいたします。しかしここで綾子は劣勢に立ちました。やはりここで、ここに来てヤンキー二丁拳銃のペースになるのか。まあ、しかし、あのウェーブマットにとってはですね、はい、まあ、この綾子山形組がずっと独走を続けるというのは、まあ、ちょっと遺憾しがたいといいますかね、まあ、なんとかしてもらいたいなというのも、まあ、ちょっと率直なところはありますけれども。そうですね。
されてて、多分一番強いんじゃないですか。そうなんですよね。本当にそういう意味では、まあ、いやそりゃ、アジャコング井上京子がいきなり組んでスーパーマニアックスがやったらちょっとまた別物なんですけど、はい、懐かしいですねさあ出ました、二神三久のマニアック知識2014であります。いや本当そうですね。まあでも今の組んでるチームとしては、まあ、ちょっと見当たらないですよ ね。はい、まあ、一時期の上松ランもしかりでしたけれども、この本当にタッグチームとして相手がいない状況というのは今その早く山形にあるのかもしれません。おっとここでテイクのドロップキック。さあこうなると二丁拳銃のペースになるのか。まずはさあ前に落としていく、そしてアピールをしてまいりました宮本。さあこのままなんだムーンサルトの体勢か。さあ飛ぶのか。さあおっと彼にしかし着地、しかしこれをフェイントか。おっと早く読んでいた。豪華に落ちてた今。そうですね、早くいい流れを作るか。しかしまたしても宮本がザリングの中央、今度はなんだ。おっとここで軽々とブレンバスター。まあ、これ軽々とっていうんですけど、男子を相手にブレンバスターしてるだけでもすごいんですけどね。そうなんですよね。さあそして山形が出てまいりました。またコードブレーカー一発、そしてなんだ、ま、今度は反対側のコーナー、青コーナー、あえてこの敵陣のコーナーからのミシャリキックだ。さあ山形がいい流れを作っていくか。しかしこれもカウンター2であります。まあ、しかしこういうカードが実現するとですね、はい、まあ、さらに幅が広がっていくというか、まあ、ウェーブタッグもですね、別にじゃあ男子の選手が挑戦してもいいのかって、ね、いいじゃないですか。いやだって昔あったよ。あった、ありましたね、グレータイガー上松ランでしたっけ。上松ラン、はい、ありましたね。3回ぐらい挑戦したら、られなかったけど、そうなんですよ、ウェーブタッグ、そう考えると歴史がありますよね。さあまずはここでツームソードバイドライバー、さらにおっとさあフレンクボディアタック。さあここに来て小高のペースが一段と速くなってまいりました。まあ本当にこの二神さんのね、木高という、 こう呼び方のせいでも木高と間違えて覚えてるファンも多いですよね。そう、そうですよ。さあここは正面からエルボー、山形も切り返す。さあおっとなんだこのパンチ、正面からこれ突きか。私もついていく、グーパンチでつく、そしてチョップに切り返していきました。さあ山形が縦のポーズ、もう一回いった。さあ胸板が真っ赤に染まってまいりました。強いか弱いか分からへんね。そうですね、またちょっと変わったタイプですよね。おっとこれは素早い蹴り。さあここに来て山形が捉えられていくのか。しかし2カウント、まあ、山形はですね、この男子レスラーとの対戦というのは非常に慣れてますからね。そうですね、やっぱり軽道場上がりっていうのが、はい、そうなんですね。だから女子プロレスの世界に戻ってきて最初に言ったことが、みんな体が小さいねってことを言ったんですね。そりゃ そうやわ、女子やもん。そうなんですよね。さあここでバックドロップ、浜田彩子であります。豪快に決めてまいりました。バックドロップどうだ。この浜田彩子も男子レスラーとの対戦経験は非常に、重いものがあります。なんかね、やっぱり男子と女子で何が違うって、チェンジをするときに、男子って絶対ルールを守るんですよ、ロープの上からチェンジをする。でも女子ってさっきの綾子もそうだったけど、真ん中がありますよね、もう、出るのがね、私はそれがすごく嫌いなんです、はいはい、だからウェーブで何年か前に、チェンジするときは、はい、タックワークでタックでチェンジするときはちゃんとロープの一番上を越さないと、はい、トミーさんに、許可もらえませんよっていう、ええ、そういうところからしっかりちゃんとやりましょうって言ったんですけどね、ええ、最近また適当にやってるんですよね。まあそうですね、一時ルールの明確化というのがね、そういうのリフでありましたよね。まあでもそうやってね、こう基本を守るというのは非常に大事なことですからね。そうですよ、なんか女子とか、女子というか男子とかって負けたら変やけど、女子の試合とかで、ね、たまにリング上でチェンジしてるやついる。ありますありますね。なんかね、はい、ババさんじゃないんだから。こっち何してんねんと思って。ありますあります。それ認めてるレフリーってないやねん。そうですよね。それやっちゃいけないですよね。そう。その通りですよね。まあ往年のババさんなら許されますけどね。往年のババさんまで行ったらいいんですよ。さあ、アイコがここで上げるぞのポーズ。さあ、この男子レスラーを、もう男子レスラーとも思わないこのパワーファイト。しかし、これは、どうだ？コナカが、怪我したショルダース。さあ、満を持してここで宮本のタッチ。宮本もトップロープ。さあ、ここで、何を見せるんだ？みんな知ってんねんな。そうですね、やはりまあ、ここ第4プロレスのやっぱりトップ中のトップですからね。そうですよね。
られます。しかしここで宮本のダメージはいかほどに。さあ4社がここで入り乱れてまいりました。さあまさにプレミアムなこのドリームマッチがリング上では繰り広げられているわけですが、しかしおっとこれは体を入れ替えられたか。おっと早く山形うまいぞ。しかしあーっと切り返されるか。どうする、ぐるぐる回った。おこれはドナースキック。さらにはなんだ、山形も後ろから行くと。さあコードブレーカーで背中を腰に当てていく。そして張り手、強烈な張り手一発。さあやはりいつもとは違う展開、いつもとは違う展開。それでもおっと今度こそ決めるか。さあこの綾子山形のデンジラスな合体プレー、今度こそ決まるのか。決めていくか。決まった。名乗りやすい。そうです、やはりこれは男子レスラーですからね、厚みが違いますよね。さらにはダブルの円髄。さあそしてこの7スピンキック。さあ一撃必殺のスピンキック、男子レスラーからボールを取るか。しかしこれもツーカウント。ここは男子対女子と思われてんで。そうですよね。いや普通になんかこれ交渉になってきましたよ、なんじゃそりゃ。そうなんじゃそりゃですよね。まあこれもまさにウェーブのね世界と言っていいでしょうが。さあしかし今度はなんだ、持ち上げるか。さあ綾子はこのポーズ、浜田綾子はこのポーズ、何を繰り出すのだ。さあここからなんだ、ムーサルト。さあ非常に大きなムーサルト。小中がダイビングダブルに小中距離数。そうですね、いやー今のはすごかった。さあモンドリュって倒れてるのは浜田綾子だ。さあリング上はこの小中と浜田綾子であります。いやしかしすごいこの攻防になってまいりました。さあこんなまたしても張り手合戦、張り手合戦。そう張り手合戦だ。さあ綾子もフラフラ、もう綾子も実力全てを出し切っております。もう本当いつもでしたらねちょっと余裕の表情があるんですけどね。綾子がこんなめっちゃくちゃやられてるの珍しくない？そうですよね。なんかあんまり最近見てないな、こういうの。1年に1回ぐらいしか見ないですね。さあ私が1年に1回あのシリアスモードになるの一緒やん。そう、それでしょ。それぐらいの確率ですよね。おお、トペを観光。そしてあやこと、これも宮本優子が来ました。さあこれはすごいぞ、ハンドスプリングのオーバーヘッドキック。さらには勇み足。そして出るか出るか、ファイヤーサンダー。しかしこれは切り返す、トラスキック。さあここでなんとかしてバックスピンキック、浜田綾子のペースに戻したい。またしてもさあ今度はなんだ、おっと決めるか。しかしここからの切り返しがあるぞ、ラリアット。さあラリアットで動きを封じた。さあ今度こそ決めるか、今度こそ決めるか。ああ行ってしまった、ものすごい角度。ファイヤーサンダー、ファイヤーサンダー決まった。いやー最後はすごい一撃必殺、ファイヤーサンダー。いや二上さんも最後はうわっていう声が飛びましたね。うわでしたね。はい、まあしかし振り返ってみればこの男子対女子非常に好勝負でした。なんかすごかった、すごかった。そうですよね、綾子山形の凄さがまた分かりました。